皆さんこんにちは。こんにちは。ようこそ高橋ファミリークリニックへ、はい、先生今週もよろしくお願いいたします。この時期、はい、インフルエンザ以外にも胃腸風邪とも聞くんですが、はいはいはい、これはどういった症状なんですか？はい、まあ、一般的に胃腸風邪は俗語で、はい、まあ、下痢とか嘔吐する、まあ、感染症ですね、うん、はい。咳は出ないんですか？はい、まあ、一般的に胃腸風邪は 90% 以上がウイルスなので、うん、まあ、風邪症状も伴っていることが多いですね、うん。でまあ、胃腸風邪も含めた風邪のことをほとんどですが、まあ、ほとんどウイルスですから、うん、それ全部含めて胃腸風邪って言っていることがありますね、うん。でさっきウイルスって言いましたけど、はい、まあ、ウイルスがあるってことは他にもあるわけで、うん、それ以外のことを細菌、細菌の細かい菌で書くと細菌って言いまして、はい、大体その割合は1割程度ですね。ウイルス、細菌と出てきましたけれども、はい、具体的にはどう違うんですか？まあ、簡単に言いますけども、はい、まあ、ちょっと治療的な話になるので簡単に言いますが、うん、まあ、ウイルスは基本的に抗生剤が効きません。効かないんですか？効かないです、はい。で細菌は例えば大腸菌だとか黄色ブドウ球菌とかは抗生剤が効きます、うん。で下痢の時に食中毒だった場合は、はい、まあ、例えば黄色ブドウ球菌が多くて、うん、その場合は抗生剤が効くわけですが、まあ、一般的な胃腸風邪ウイルスなので、うん、まあ、抗生剤飲んでも治らない。反対に言うと抗生剤で腸内細菌がやられてより下痢を起こしやすいと、うん、いうことがあります。まあ、見分け方はまあいろいろあるんですけど、まあ、採血すると白血球が少ないのがウイルスだというので判別することが多いですね、はい。下痢の原因に他の要素はないんですか？じゃあ、もちろん、まあ、感染症でウイルスが入って下痢することがあるんですが、うん、まあ、要は発熱してない下痢もありまして、はい、まあ、その場合はもう罹患といって裏の裏が寒いと書いて罹患というんですけど、うん、そしてお腹の冷えも、この下痢の原因になってますね。お腹の冷えっていうとどういうものなんですか？まあ、お腹の冷え、まあ、お腹の冷えということは体の冷えということがありますが、はい、うん、まあ、大体女性っていうのは全体の体の冷え症が多いんですが、うん、実は男性も消化管の冷えが、はい、お腹の冷えと言われてます。消化管の冷えですね。そうですね。で実は僕もそうなんですけど、はい、で人間はお腹が冷えると、はい、まあ、まあ、お腹が冷えるものを食べるとって言った方がいいんですが、うん、それを早く出そうとしてで下痢と嘔吐ということをやります。まあ、これをそれこそ熱と一緒で生体防御反応ですね、うん、はい。で実は胃腸風邪の時の下痢も嘔吐もそうで、まあ、ちょっと胃腸風邪に一瞬戻りますが、うん、胃腸風邪の時にはばい菌、まあ、ばい菌という言い方をするとウイルスと細菌を含めたばい菌という言い方は、まあ、病原体って言ったのかな、うん、病原体をが入ってきたものを早く出したいがために下痢と嘔吐をするということなので、実は下痢と嘔吐は とても大事な症状ですよっていうことですし、うん、これは止めてはいけないですっていう話ですね、うん。でまあ、今の話のところで、まあ、このぶっちゃけ話になりますが、はい、まあ、よく言う下痢を止める強い薬、うん、まあ、大概下痢とか嘔吐で来ると、はい、患者さんは先生下痢止めて、うん、吐き気止めてって来るんですが、はい、まあ、さっき言ったようにこれ止めるとウイルスが体内に残るので、はい、うん、それは逆効果なんですね。で、まあ、下痢止めの強い薬はロペミンという薬があるんですが、はい、まあ、時々他のうちにかかってくる患者さんの中を見てると、まあ、ロペミンを1日3回、うん、5日間とか出してる人が出す平気なお医者さんがいてですね、うん、これはもう病態的に言ったら全くの逆で、うん、体の体内に毒を残してしまうわけですから、はい、まあ、これ頓服的にどうしようもなくて時に飲んでっていうのなら分かりますが、まあ、あまり言いたくないですけど毎日3回数日間ロペミンを出す医者は行かない方がいいと僕は思います。ロペニンですね。ロペニンですね。はい、気をつけたいと思います。ね、はい、じゃあ原因として、まあ、ウイルスや細菌とあとお腹の冷えがあると聞いたんですが、はい、見分け方ってあるんですか？そうですね。まあ、見分け方はとても簡単で、はい、ベロですね。か、うん、で私ちょっと今日はどうだか、はい、ベロ出しても知らないですが、ちょっと白いかな。まあ、本当に今日はあまり下痢じゃないのであれですけど、うん、まあ、私は下痢症のところもあるんですが、うん、その時は本当にベロが真っ白系になるんですね。白いわけですね。真っ白系です。でそれうちのクリニックに来るその下痢の方とかでよくベロ見せてって言うんですけど、うん、本当に真っ白系になってまして、で、まあ、要は鏡で見てくれってよく僕が言うんですけど、うん、で見て
そのあなたの今のこのベロの色をよく覚えておいてくれと、うん、で大概は発熱がない下痢ですね、うん、あのまあ、発熱というのはあの感染症ですから、発熱があった時は、まあ、もちろん胃腸風邪を一番疑うんですが、うん、発熱がない下痢の場合はやっぱ食べたもので下痢になる、うん、要はあのお腹の冷えというのはこのベロが白い時のことをお腹の冷えというんですが、うん、冷える時にはもう主に、まあ、2種類というかあって、はい、まあ、簡単に言うとお腹を冷やす、うん、まあ、僕も小さい頃よくやったんですけど、あの寝てる時にお腹を出して寝てあやっちまったということと、もう一つ大事なのは食べるもの、いろいろものでお腹が冷えてしまったと、はい、この2つのことがあるので、うん、だからこれこそ自分で治してくださいというふうに僕は言ってますね。具体的に食べるものっていうと、はい、まあ、非常に簡単でですね、はい、まあ食べるものは簡単に言うと夏物の、まあ、夏と冬ありますよね、うん、まあ、人間って面白くて夏食べるものは自分の体を冷やそうと思って食べるんです、はい、で冬食べるものは自分の体を温めようとして食べるわけです、うん、ですから体を冷やすものっていうのは夏物の野菜とかが実際に体を冷やすもので、はい、でもう一つ言うと南国と北国がありまして、はい、まあ、南国の人たちは、うん、食べることによって体を冷やしているわけですね、うん、で北国の人たちは食べることによって体を温めているわけです、うん、でですから反対に言うと南国のものを食べると体が冷えます、うん、ですから、まあ、僕なんて、まあ、具体的に言うとですね、私大好きなのが麦茶ですね、はい、麦茶とコーヒーが大好きなんです、はい、でうちのクリニックに来ていただくと大概僕はあの机の上にですね、こうペットボトルじゃないんですけど、まあ、ボトルがあってですね、そこに、温めた麦茶が入っています、はい、でもう一個あってですね、そこにコーヒーが入っています、はい、で僕は患者さんにいつも言うんですが、コーヒーとか麦茶は飲まないでくださいねって言うんですが、ええ、でもう僕はと言いながら僕も飲んでますって言うんです、うん、で僕はその時何を言うかというと、知ってて飲んでくださいね、はいはい、で調子が悪くなったらこの麦茶とかコーヒーが原因だってことを知っててください、うん、ということは僕はよく言ってます、うん、だからもう一度言いますけど、夏特にお腹の冷えに関しては、うん、夏に出てくるものは体を冷やします、うん、で具体的に言うと上からぶら下がっている、これマクロビオティクス的な考え方ですが、うん、上からぶら下がっているものが体を冷やすもの、うん、で冬に出てくるものは根菜、根っこですね、はい、根菜っていうのはこう根っこからこう上に出てくるもの、うん、これは体を温めるもの、これ実はエネルギーや陽とぶら下がってくるのも陰っていうんですけど、これ非常に大事なことで、うん、あとは果物ですね、はい、果物はほとんど体を冷やします、うん、ですから私まあ、果物食うと大概やってしまうことが多いんですが、うん、であとトマトですよね、冷たいトマトだとか、うん、まあ、そういう自分が腹が冷えてるってことがもしも分かったらトマトとか食ってください、はい、ものすごく体冷えますからでそういう状況の悪い時には絶対にそういうのはやめ、うん、避けてくださいって言うんですね、はい、結局今はもう一年中夏も冬も関係なくお野菜があったりして食べれるんですけれども、もともとはそういった意味もあるので、はい、季節に合ったものを食べるのが一番いいということなんですね。そうですね、僕もこうやってなんだかんだ言ってますけど、うん、実際何が夏物のもので何が冬物なのかっていう実は分かってないで、ね、先生自分の体で実験してみて、ね、お腹冷えたら夏物と思えばいいじゃないですか。そうですね、本当にそんな感じですね。あと冷たいビールとかカッと飲むじゃないですか、はい、あれはどうなんですか。あれはですね、もう大体男性の方は、うん、要は宴会終わった次の日は下痢するんですね、うん、あれはなぜかというと冷たいものをガンガン飲むからです。あ、だからもうこれも、まあ、再度言いますけど、うん、冷たいものを飲んだ時に体がどう考えるかです、うん、冷たいものを早く出したいから下痢させる、うん、下痢と便秘っていうのは何が起きとるかというと、うん、体の中のものを出さないわけです、うん、下痢っていうのは早く出したいからもう水の状態でビャッと早く、まあ、要は腸管を早く通っていくと水分吸収されませんから、うん、それが下痢っていうんですね、うん、だからやっちまった、要は早く出したい、うん、下痢っていうふうに考えればビールでバンバン冷やせば、はい、結果的には胃袋がいい加減にしろと言ってです、ね、で早くこう出すということだと思いますね。で逆に言ったら便秘症の人はちょっと冷たいものっていうのがいいのかもしれないです ね、 もうこれもよくある話ですが、まあ、我々牛乳は
昔江戸時代は我々牛乳飲んでなかったですよね、うん、でアメリカのおかげで牛乳を飲まさせられてしまってですね、うん、で我々は乳糖不耐症といって牛乳が合わない人が8割方いるわけです、うん、実は私もそうです、はい、で牛乳なんか飲むとすぐぐるぐるぐるって言ってもう下痢します、うん、だから、まあ、よく言うのは便秘の方は朝一番に冷たい牛乳を飲んで、はい、もうそれぐるぐる回るんで、うん、便秘は解消されますねってよく言いますね。じゃあ話は元に戻りますけれども、はい、まあ、お腹を冷やさないっていうことが、はい、しかもそれは体の中から冷やさないっていうことが一番大事だということなんでしょうかね。そうですね、まあ、あとはまあ治療、それこそこの下痢の治療的なことになるんですが、うん、はい、まあ、薬で言うと、まあ、せいぜい、まあ、整腸剤です、うん、先ほど言ったあの下痢止めとか、はい、吐き気止めっていうのは、ええ、もう考え方によっては逆ですからね、うん、でたださっきもちょろっと言いましたけども食中毒ですよね、はい、例えば細菌による食中毒、うん、まあ、下痢、まあ、嘔吐がありますが、はい、これは抗生剤が効果がありますね、うん、まあ、私も当たったんですけど、生ガキ、私も2回ぐらい当たりましてえらい目に遭いましたけど、まあ、あの辺は抗生剤を使うべきだと僕は思ってますけどね、まあ、ただ頻度はとても少ないですね、うん、で、まあ、いろんなことをもう再度言いますけど、あの胃腸風邪とかこの下痢とかの一番の治療は、うん、ある意味では早く出すことです、うん、下痢と嘔吐で早く出すことで、僕いつも患者さんに言ってるのは、うん、出るたびに治ったと思ってね、はいはい、だからもう出よう、吐こうと思ったらガンガン吐いてください、うん、それはウイルスを出そうと思ってるんだから、うん、それが治療の大原則ですというふうに言ってます、まあ、もう一個治療の大原則は、まあ、これも前も言ったかもしれませんが、うん、あのその場所の期間、例えば、まあ、胃腸風邪なら、はい、まあ、胃と腸ですね、うん、胃と腸の安静が一番の大事で、うん、ですから基本は食べない、胃腸風邪になった時は食べない、うん、ということが大事ですね、まあ、獣なんてそうで調子が悪くなると獣は物を食べないんですね、もう寝て直すって感じですよね。そうです、で水だけ飲んでるんですね、はい、ただまあとはいっても人間水だけ飲んでるわけにもいかんもんですから、うん、まあお腹が減るということもあって、うん、なんかいろんなものを食べようとするんですが、まあ、そこは食べずにですね、はい、今その、まあ、僕がよく勧めるのは大塚製薬の一番っていうので、うん、OS-1 というんですけど、はい、まあ、要はカリウムの入ったまずそういう製剤なんですが、うん、そのゼリーですね、はい、そのこうゼリーをこう飲んでいただいて、うん、まあ、ゼリーならこうバーンと吐くことも少ないしゆっくりといくので、うん、嘔吐も下痢も少ないということで、もうご飯食べなくていいですから、うん、このゼリーを飲んでくださいというふうにいつも言っています、うん、でじゃあよく聞かれるのはポカリスエットどうなんですか、うん、よく聞かれるんですけど、ここも一つ皆さん分かってないと思うんですが、はい、実はポカリスエットはちょっと難しいこと言いますが、うん、カリウムっていうのが入ってないんですね。でカリウムって何かというと、まあ、何かというとまあカリウムなんですけど、まあ、昔よく、まあ、僕らちょっと記事ニュースでカリウム製剤を注射して、うん、その心臓が止まったとか、まあ、そういうような事件があったんですけど、要はカリウム製剤って結構量が多いと危険なんですね、体にはとても大事なんですが、ですから高齢者の場合はあんまりカリウムの入ったものをどんどん飲んだりとかしちゃいけないって言われてまして、ですけどこの胃腸風邪の時には一番の問題なのは体の中にあるものが出てくわけですから、はい、実は体の中にあるカリウムが相当出てっちゃってるわけですね、うん、下痢がひどいとカリウムが出てっちゃう、うん、その時にポカリスエットだけ飲んでるとカリウムの補給ができなくて、うん、なぜか体がだるいっていうふうになるんです、うん、だからその時はこの OS-1 このポカリスエットにカリウムが入ったものを飲むべきなんですが、うん、ここでも一つ問題があって、実は OS-1 とかカリウムの入った製剤はコンビニでは売ってません、はい、で薬局も薬剤師のいる薬局しか売ってません、うん、なぜかというと危険だからです。あ、はい、ですから例えば大きな薬局に行くか門前薬、まあ、医者の近くにある薬局に行っていただいて、うん、このカリウムの入っている、まあ、まあ症状を言えば分かりますから、うん、カリウムの入っているものを、飲んでくだゼリーとか飲んでくださいといつも言ってます、うん、まあまあ、僕がいつも言ってるのは下痢した時には自分の腹の冷えか、うん、胃腸風邪か感染症かをまず自分で判断して、うん、腹の冷えだったらそんなもの病院に来んでええと、うん、自分で治してくれと思ってます、はい、だから自分の身は自分で守るように、うん、まあ、なった時にはベロを見てですね、はい、まあ、本当に元はこのベロとかが今まで本当に白いんですけど、うん、真っ白けになります。で案外ストレスがかかった時に下痢やっちゃうんですけど、うん、僕はその時も見てみると本当真っ白けになってるんで、うん、非常によくわかります。だからもうただなので
鏡見てください、はい、でもう一つ言うとあのベロ見させてもらうときによく女性の方が、あの歯ブラシでこうあのベロをこうなんですかこう削っちゃう人がいてですね、それは必ず聞くようにしてます、うん、ですから歯ブラシかける前は、うん、ベロどうでした白かったですかって聞いて白かったですって言われると、うん、あなたは冷えですお腹の冷えですというふうに言ってますね、うんまあ、いろんな意味であのまあ、これは漢方学的マクロビオティクス的な話なので、うんまあ、ぶっちゃけ話じゃないですけど西洋医学しかやってない先生はこのことは全く知りません、うん、ベロが白い全く何それって話になりますから、うんまあ、このようなことも、まあ、ちょっとあまり言いたくないですが自分のかかりつけの先生にも聞いていただくと、はい、その先生が漢方をよく知っているかどうかなんてよく、まあ、判断できちゃいますね、はい、じゃあ先生を見分ける術も見分ける術だと思います分かるわけですね、はい、そうですじゃあとにかくもう鏡を見ていただいて、はい、舌が白かったら、はい、もう体から温めて、ね、自分で治すとそうです、はい、でそれ以外の場合はやはりクリニックにかかって、はいね、あとはやはりあの全部出してしまったら楽になるってよく言いますの で, です、ね、安静にして全部出して、はい、でカリウムを補給すればいいということなんでしょうかそうです、ね、ただあのちょっと言わせてたんですけど、はいお腹の冷えの時には真武湯とか人参湯という漢方が一応あるので、まあ、それはうちらのクリニックでも全然出すので、うんまあ、漢方のよく知ってる先生に行けば、まあ、冷えはお腹の冷えという意味では治せますしあとこれもある先生ある方が言ってましたけどやっぱり白湯を飲むのが、うんまあ、一番いいんじゃないかと言ってましたね、うん、僕も結構僕は麦茶とお湯で白湯で飲んでますけど、はいまあ、やっぱり白湯が一番いいというふうにいう方もいます僕もそう思います、はいまあ、漢方はねあの体質を改善するっていうことも聞きますから、はい、あのお腹の冷える方っていうのは、はい、もう結構ずっと絶えず冷え症の方が多いんですよ ね, そうそうすね、はい、私も今ここの場であの腹巻きしてますから実は、はい、お腹がすぐ本当に弱くてですね、うん、あの自分の身は自分で守ってくださいということで、はい、やっていただいた方がいいと思いますねじゃあいろいろとあの自分で予防することが大切ということですね、はいはい、もう病院じゃなくて自分でやってください、はいはい、先生そんなこと言ってみんながかからなくなったらどうですかあ、まあ、まあそれはそれで一番いいことですけどね、はいはい、じゃあみんなが元気にということですねです、はいはい、先生今週もありがとうございました、はい、ありがとうございました。